今回は8月7日金曜日よりスタートしたソフネットとユニフォームエクスペリメントの立ち上げに買い物行ってきたので、そちらで買った商品を2点ご紹介したいと思います。まず1点目はこちらの刺し子のカーディガンっぽいシャツですね。ちょっとかなり特殊な形なので癖があるかなと思うんですけど、着てみると意外とすんなり馴染むかなというふうに思いますね。着てみるとこんな感じ。襟元がなんていうんですかね、和服っぽい、なんていうんだろう、スタンドカラーでもない、なんていうんだろうな、まあカーディガンっぽい襟になっています。で、生地は刺し子、こういうふうに糸が凹凸感のある生地感になっています。まあ、まだちょっと厚手の生地なので、今北海道の寒い夜とかならいいんですけど、昼間とかにはちょっとまだ早いかなという気がするので、もうちょっと涼しくなってから着るのが楽しみな一着ですね。あとポイントとしてはこの襟がバンダナ柄になっているっていうところですね。次は靴を紹介します。はい、こちらですね、ソフネットのローファースニーカーですね。ローファーなんだけどスニーカーっていうものになってます。ちょっと一回止めて履いてみるところをお見せします。はい、履いてみるとこんな感じです。サイズは26センチを選びました。僕ニューバランスとかだと 26.5、ナイキの海外ブランドだと28とか9とか履くんですけども、こちらちょっと大きめの作りとなっているようで、26でも靴下履いてちょうどいいかなっていうぐらいでした。非常に歩きやすいので、この夏から、冬以外は使えるんじゃないかなと思って購入しました。値段もいくらだったかな、こちら映ってるかな、映ってないね。15,000、ちょっと焦点はないですけど、値段も15,000プラスタックスということで、割とお買い得だったんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、僕が買った、2点を紹介しました。他に立ち上げアイテムで注目すべきアイテムというか、なんかこれも気になったなっていうので言うと、同じ刺し子の生地の、ワークジャケット、こちらもボックスシルエットで非常にかっこよかったですね。値段が39,000プラスタックス。このワークコートもスタッフさんが着ていらっしゃったのがかっこいいなというふうに思いました。あとこれだな、このパッチワークシャツ。パッチワークシャツもなんか久しぶりに見た気がするんですけど、チェックシャツは持ってるけど、こういうパッチワークのチェックシャツっていうのは持ってないので、一着セールになったら買いたいかなっていうふうに思います。あとこの辺のフーディーですね。フーディーもなんか生地がガシッとしてて、なんだろう、頑丈そうなイメージを持ちました。頑丈でなんか良さげな、いい感じの味が出そうな、生地感だったと思います。あとはこちらのダナーのポストマンシューズですね。こちらもなんだろう、ダナーだから頑丈でしょうし、長く履けそうな気がしますね。値段も38,000なので、そこまで高くないのかなっていう気もします。で、結局買わなきゃって、 UE も結構今たくさんありましたね。このファティーグパンツ、ミルスペックプリントの入ったファティーグパンツもコットン 100% なんですけど、ちょっと起毛した感じの、コットン生地になっていたので、それがちょっと特徴的なのかなっていうふうに思いました。このファブリックミックスのカーゴパンツ、これもかっこよかったですね。ただちょっと札幌店はサイズがなかったので、選べなかったんで、諦めたんですけど、値段も31,000、でもこれ買っちゃったら他の買えなかったですね。あとはこれ良かったですね。このマルチポケットジャケット、フィッシングジャケットっぽい感じのジャケットですね。ポケットもまちぐついてて非常に良かったですね。カバンいらずのジャケットになるんじゃないかなと思いました。裏地もメッシュライニングで通気性は良さそうで、真夏は厳しいとしても、ちょっと涼しい夏に着てもかっこいいんじゃないかなっていうふうに思いました。このミリタリーコート、ルミネットウール、ポリエステルが多いけど、ウールが入った、コート。こういう着た時のシルエットが結構かっこいいんですよね。結構ゆったりした作りで、サイズ1、S サイズですね。で、僕ちょうど良かったんですよね。今着てるこの刺し子のやつは L サイズなんですけど、結構ゆったりめに作られてるので、それもなかなか今風のシルエットでいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで一通り、僕が買ったシャツ、ジャケットとローファー、そして店で実際に試着してみて気になったアイテムも紹介してみました。
皆さんは立ち上げでどんなアイテムを買ったでしょうか。皆様の買い物の参考になれば幸いです。あと今月の末ぐらいにブリストルが始まるっていう話も聞きましたので、そちらも楽しみにされている方いらっしゃるんじゃないでしょうか。カタログ届いたらまた紹介動画撮りたいなというふうに思っています。それではしたっけ。